どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、2021年、一発目のマインクラフト、何をしようか、ずっと考えてたんですけど、初めての露天掘りに挑戦することにしました。露天掘りか。結構大変そうだが。鉄鉱石が欲しいんだけど、ブランチマイニングはすでにやったことあるからね。ところで、どれくらい掘るつもりなんだ？ 16×16、ズバリ1チャンクですね。1チャンクといえば以前、チャチャチャンクというシリーズをやっていたから、私たちにも馴染みがあるしね。ああ、懐かしいな。こちらのシリーズ、好評の割にそこまで視聴回数が伸びてないから、まだの人は概要欄にリンク貼っておくので、ぜひ見てみてね。がっつりと宣伝挟みやがったぜ。とにかく、1チャンクについてはよく知っている。意外に狭いから、いけるんじゃないかな？深さはどれくらいにするつもりなんだ？もちろん、岩盤にぶち当たるまでよ。うわぁ、1チャンク丸ごとくり抜くのか。一度やってみたかったのよね。ということでとりあえずダイヤのスコップとツルハシに、効率1のエンチャントをつけたものを用意したよ。まずはこれで、どんどん掘っていきましょう。はい、これが1チャンクの外枠。あとはこの中を、ガンガン掘っていくだけですね。1チャンク自体はそこまで広くないけど、深さは相当あるだろうからな。大変な作業の始まりだぜ。まあ、サクサク進めていきましょう。はい、一層目終わりました。まあ最初のうちは土ばっかりだから、比較的楽だよな。はい、二層目も終わり。もう結構石が多くなってきたな。こっからまだまだ長くなりそうね。てかただ掘ってるだけのマジで単純作業だから、音楽聴きながらやらせてもらっていいですか？まあそれは好きにしたら。よし、じゃあそうさせてもらうわ。掘る音聞くのも結構気持ちいいんだけど、音楽の方がいいからね。ときーにわー。キングヌーの白日じゃねえか。著作権とかあるから、動画では流せないけど、脳内再生して補ってね。いや無理だろそんなの。てかいきなり、ちょっとした空洞がありましたね。こういうのが多ければ多いほど、作業が楽になるよな。正直掘る場所もっとあっちにしとけばよかったと、すでに後悔してるもん。さ、やっと初めての鉄鉱石が見つかりました。でも一つだけで、塊にはなってないみたいね。まあ、もっと深くに行ったら、塊もそのうち出てくるだろ。さて、最初のツルハシも、そろそろ寿命が来てしまいそうです。って、なんかゾンビが燃えながらこっち向かってきてるぞ。ほんとだ、繋がってた洞窟から来たんでしょうね。でも、ここはもはや洞窟ではない。太陽の光ががっつり差し込む巨大な穴だ。お前なんてパンで十分だ。いや、そのパンもう食べたくないんだが。とにかく、露天掘りの場合、モンスターがあまり怖くなくなるのはメリットかもね。てか霊夢、そのツルハシ修理しないのか？いやー、修繕のエンチャントボンとか持ってないのよね。このままじゃダイヤが足りなくなりそう。実はレベル30で耐久力3のエンチャントつけれたんだけど、レベル上げめんどくさがってつけなかったことをガチで後悔してるわ。とりあえずお疲れ様、初代ツルハシ。ここまで頑張ってくれました。とりあえず旧拠点に戻って、今度はしっかりレベル上げしてから、耐久力のエンチャントつけます。昔作ったスケルトンの経験値トラップ、まだ動くんだな。うん、事前にエンチャントテーブルで調べたら、耐久力1をレベル8でつけれそうだったから、とりあえずはレベル8を目指すよ。レベルっていう表現が正しいのかわからんけど、まあ便宜的にレベルと表現させてもらってるぜ。はい、これで2代目ツルハシ、耐久力1のエンチャント付きができました。あとはまた、音楽を聴きながら、ひたすら作業するだけですね。パンを食べて、お腹を満たしてから行きましょう。さて今は、ヨルシカのアルバム、盗作を聴きながら作業してるんだけど、このアルバム、とある悲しいストーリーがバックにあるから、物思いにふけりながら掘ってるわ。うん、マイクラとは全く関係ないことだけど、ヨルシカのアルバムはストーリー性があるのが素晴らしいよな。さて、ここの水、できるだけそのままの状態にしたかったけど、やっぱり作業に支障が出まくるわ。なので一旦塞いじゃって、全部掘り終わったらまた壊すことにしようかな。どこを塞いだか、わかりやすいようにしとかないとな。松明を刺すから、これが目印よ。てかクリーパー来たわ。
今はむしろ大歓迎。さあ思いっきり爆発して。は？これだけ？なんでそんなしょぼいのよ。壊して欲しくない時はめちゃくちゃに壊すくせに。ちょっとがっかりだな。てかクリーパー見て思ったんだけど、TNT 使った方が圧倒的に早いよね。でも火薬全然持ってないから、TNT 作れないんだけどな。いやー、今のオベルの凄さが身に染みてわかったわ。めっちゃダイナマイト使いたいもん。ダイナマイトのおかげで、土木工事がどれだけ楽になったかが実感できるな。ここで、予想外の来客。超巨大なスライム登場。ここが丸々スライムチャンクだった可能性はほぼゼロだが、一部スライムチャンクと被ってたのかもしれないな。いやー、これは地味に嬉しいね。スライムが全然湧かなくて泣いてた時を思い出すぜ。あの時は湧きそう3つくらい掘っただけで根を上げてたが、今回は1チャンク露天掘り、いけるのか？もうだいぶ疲れてきたけど、そろそろ終わりが見えてきたはずよ。だってほら、コウモリだって飛んでるし、そろそろ終わり、だといいんだがな。ヨルシカのアルバムも聴き終わったので、今は、ヴァイオレット・エヴァーガーデンのサントラ聴いてます。お前本当に好きだよな、それ。いやー、去年の映画で完結しちゃったんだけどさ、続編でも番外編でもいいから、何らかの形でまたアニメ作ってくれないかな。てか霊夢、なんかゲーム画面重くなってないか？多分丸石が大量に溜まってるせいでしょうね。一回持ってるやつ捨てて、すっきりさせるわ。ん？ここは私が前に来たことある洞窟か？え、ちょっと待って、嘘でしょ？いやいや、私は認めないぞ。だってこんなに掘ったんだもん。もう少し、もう少しで岩盤に到達するはずなのに。めちゃくちゃ下あるやんけ。あ、もうダメだ。完全に心折れた。おい、諦めんなよ。どうしてそこでやめるんだよ、そこで。そんな松岡修造風に言われましても、もう夜中の2時回ってるんだよ。ごめん、ちょっとマジで、今の座標だけ確認させて。まだ半分しか進んでないだと。はい、というわけで、1チャンク露天掘り、いかがだったかな？いやー、大変でしたよ。それにしてもすごかったですね。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼します。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちゃんと最後まで、やるんだよな。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。